こんなにマナーが悪い人を接客するなら、もう仕事を辞めてしまいたい。皆様、お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。近年、世界各国で問題視されている中国人観光客のマナーの悪さ、喫煙禁止エリアでの歩きタバコ、列への横入り、大声での私語、ゴミのポイ捨て、お店での値切りといった迷惑行為には世界中から批判が殺到しており、中国政府も対策に頭を抱えているようです。今回ご紹介するのは、ドバイのホテルで働くオマーン人男性が中国人観光客と日本人観光客の違いに驚いたエピソード。中国人観光客の傍若無人な振る舞いに怒りを覚えていたその男性は、彼らとは真逆な日本人観光客の振る舞いを目の当たりにしてとても感動したそうです。それでは早速ご覧ください。アラブ人が日本人観光客と中国人観光客に衝撃を受ける。僕の名前はジャマール、20代のオマーン人だ。僕が3ヶ月前からハウスキーパーとして働いているのはドバイにあるホテル。ドバイのホテルというと、世界各国のセレブが泊まる超豪華なリゾートホテルをイメージする人も多いんじゃないかな。だけど僕の勤務先は比較的安くて小規模なホテル。従業員もそれほど多くないから、ハウスキーピング以外にも様々な業務をこなさなければならない。だから今は仕事を覚えるだけで精一杯。だけど海外からのお客さんたちと会話するのは楽しいし、すごくやりがいを感じているよ。そんなある日、僕がチェックイン業務をしているとちょっとしたトラブルが起こった。チェックインカウンターにやってきたのは日本人女性の2人組。彼女たちが記帳しようとしたところ、アジア人のカップルが突然おしゃべりをしながら割り込んできたんだ。急に割り込まれて戸惑う日本人女性たち。そのカップルはどうやら中国人観光客のようだった。あ、お前ら後ろに並んどけ。ボケっと突っ立っていないでさっさとチェックインの手続きをしてくれるかしら。僕と日本人に対して横暴で高圧的な態度をとる中国人カップル。彼らは英語が通じるようだったので、あまりに理不尽な彼らの言動に対して僕は反論した。あ、ちなみにドバイの公用語はアラビア語だけれど、ビジネスの場で使われるのは基本的に英語。僕のような接客業の人はみんな英語を話せるんだよ。申し訳ございません、こちらのお客様が手続きをしている最中ですので少々お待ちいただけますでしょうか。彼らに対してものすごく腹は立っていたが、一応相手はお客さんなので丁寧に接する僕だが、彼らは全く聞く耳を持たず、早くチェックインしろと言ってるだろうと大声で言い返してきたんだ。ああ、どうすればいいんだろう。接客経験の浅い僕は彼らへの対応の仕方が分からず困り果ててしまった。すると後ろに追いやられた日本人たちは、大丈夫ですのでお先にどうぞとジェスチャーをしながら中国人カップルに順番を譲ってくれた。僕は仕方なく先に中国人たちのチェックイン手続きをすることに。もしかしたら後ろの日本人2人が知り合いだったから割り込んだのかもしれないとその時は思った。ところが中国人カップルに、あちらのお客様はお知り合いですかと尋ねると、すごくムッとした顔になって、あんな奴らが知り合いなわけないだろ、失礼にも程があるぞと怒鳴られてしまったんだ。申し訳ございません。その場を収めるために僕はとりあえず謝っておいた。だけどこの異常に自己評価の高い勘違いカップルは一体何者なんだとわけがわからなかったよ。だが冷静になった僕は以前に先輩から聞いていた忠告を思い出したんだ。一度でもお客様の機嫌を損ねてしまうと
後々とんでもなく面倒なことになるからね。些細なことでも根に持ってずっとネチネチと嫌がらせをしてくる人もいるから気をつけてって。こんなにも大切なアドバイスをくれた先輩だけど、僕はそれをすっかり忘れていて、中国人カップルの反感を買ってしまったようだ。段取りが悪すぎる。もっと仕事のできるやつを呼べ。このホテルにはこんなのろましかいないのか、などと僕の接客態度を責め続ける中国人カップル。僕は心の中で、お前らにそんなことを言われたくねえよと思い、いつブチ切れてもおかしくない状態だったけれど、彼らの暴言に笑顔で耐えて、なんとか二人のチェックイン手続きを終えることができた。お待たせいたしました。次にチェックイン手続きをするのは、中国人カップルのせいで待たされてしまった日本人女性二人組。僕は早く彼女たちの手続きをしてあげたい気持ちでいっぱいだったが、先ほどのことにかなりショックを受けていたせいか、いろいろなことにもたもたとしてしまった。しかし彼女たちはそんな僕の様子を察してくれたみたいでね。僕の手際の悪さを怒ったりせかしたりすることはなく、それどころか僕を励ましてくれたんだ。僕はその後先輩に一部始終を報告。すると先輩は、その中国人は何かやらかしそうね、気をつけた方がいいかもしれないわと警戒していた。翌日、僕はその中国人カップルのハウスキーピングを担当することに。前日の先輩の話もあって嫌な予感はしていたのだけれど、いざ部屋に入ってみると僕は衝撃を受けたよ。客室内はまるで強盗にでも入られたかのような散らかりっぷり。家具や照明器具は倒れていて、トイレは流れていないし、床には空き缶や食べかすが散乱していた。何なんだこれは。呆然として部屋の真ん中で立ち尽くす僕。どうやったらたった一晩であんなにも部屋を汚せるのか、僕は不思議で仕方なかったよ。結局その部屋の掃除にかかったのは通常の3倍以上の時間。この日ほどもう仕事をしたくないと思ったことはなかったね。彼らの滞在期間は10日間。こんな仕事がまだ1週間以上も続くのかと思うとうんざりした。中国人の部屋を掃除しただけで僕はもうヘトヘト。午前中だけでは清掃業務が終わらず、お昼休みを挟んで午後からもハウスキーピングをする羽目になってしまった。ただ中国人の部屋のことでショックを受けた僕は、客室に入るのがすっかり怖くなってしまってね。午後は日本人女性2人組の客室を清掃する予定だったのだけれど、中国人の部屋みたいに部屋中がひどく汚れていたらどうしようと思って、恐る恐るドアを開けたんだ。ところが、あれ、部屋を間違えたのか。彼女たちの部屋は寝泊まりしていた形跡が見られないほどにピッカピカ。間違えて隣の部屋に入ってしまったのかもしれないと思って、入り口の客室番号を再確認してしまったよ。だけどやっぱり客室番号は正しくて、それは彼女たちが泊まった部屋。あまりにも綺麗な室内に驚き、俺はキョロキョロと部屋を見回した。ん？これはなんだ？ドレッサーに置かれていたのは一枚の便箋。そこにはハウスキーパーに対するお礼のメッセージが書かれていて、一緒に日本のお菓子まで添えられていた。なんて優しい人たちなんだろう。僕は嬉しくなり、溜まっていた疲れやストレスなんて吹っ飛んでしまった。彼女たちの手紙のおかげで、その日の午後はずっといい気分。仕事へのやる気に満ち溢れていたのをよく覚えているよ。そして翌日、あ、おはようございます。ロビーで仕事をしていた僕は彼女たちに遭遇。だから手紙とお菓子のお礼を言って、日本人はどうして部屋の使い方があんなにも綺麗なんですか？と尋ねてみた。実は部屋を綺麗に使ってくれる日本人はこれまでに何人もいてね、ハウスキーピングを担当するたびに
僕はその清潔さに驚いていたんだ。すると彼女たちはこう言った。日本では子供の頃からの教えで部屋をきれいに使うのは当たり前だと思っている人が多いからかもしれないですね。そうね、一種の癖みたいなものだと思うわ。だから僕は、素敵な癖ですね、私たちにとっては非常にありがたいことですと感謝を伝えた。だがそんなほのぼのとした時間は長くは続かなくてね、僕が彼女たちと言葉を交わしていると、そこに例の中国人カップルがやってきて、僕に対して文句を言い放ったんだ。昨日のディナーはあまりにもまずくて最悪だったぞ。あんなゴミみたいな料理を食べたのは初めてよ。とっととシェフをクビにしてくれる？またしても僕に言いがかりをつけてくる中国人たち。すると日本人客も彼らの迷惑行為に我慢の限界だったようで。もっと周りの迷惑を考えてくれないですか？と僕が返事をする前に彼らに注意してくれたんだ。ところが注意された中国人たちは反論。金は払っているんだから何をしようがこっちの勝手だろ。昨晩はホテルの外で大騒ぎしていたようですが、他のお客さんの迷惑にもなるのでやめてくれませんか？とさらに注意されると、中国人女性は、うるさい、あんたには関係ないんだから黙っていてくれる？とブチ切れた。ああ、これは完全にダメだと僕は思ったよ。多分あの中国人カップルは周りに迷惑をかけている自覚すら全くなかったんだろうね。気が済むまで不満をぶちまけると、そのままどこかへ行ってしまった中国人カップル。日本人客2人は、大変だと思いますが頑張ってくださいねと再び僕を励ましてくれた。どこまでも優しい彼女たちに僕は感動したよ。それから僕は気を取り直していつものようにハウスキーピングを開始。相変わらず中国人カップルの部屋はめちゃくちゃな状態で、あと数日はこんなことが続くのかと思うと心が折れそうになった。その日の午後、僕がチェックイン業務をしているところにやってきたのは仲のいい同僚。彼はチェックインのお客さんがいなくなったタイミングで、あの中国人カップルはかなりやばいなと僕に愚痴を言ってきた。彼の話によると、中国人カップルは前日にホテル内のレストランで大量の料理を注文。しかしそれはほとんど残されていて、テーブルや周りの床は野獣がむさぼり食った後のように散らかっていたそうだ。そして深夜にも彼らはホテルの外で酒を飲んで大騒ぎ、宿泊客からは苦情の電話が殺到したらしい。同僚は、僕は今日も夜勤なんだよね、また昨日みたいに苦情がいっぱい来るのかなと思うと憂鬱になるよとぼやいていた。ところが翌日になると、予想もしていなかった出来事が起こってね。出勤した僕が部屋の清掃リストをチェックすると、中国人カップルの名前がなぜかなくなっていたんだ。そこに現れたのは夜勤明けで疲れた様子の同僚。不思議に思って彼らのことを尋ねると、前日に何があったのかを話してくれた。何でも真夜中に大声で騒ぎながらホテルから出て行ったらしい。泥酔していた2人はそのまま車道に飛び出したみたいで車と衝突。2人ともかすり傷程度の軽傷で済んで、命に別状はなさそうだったけれど、念のためにそのまま病院に運ばれたようだった。部屋にあった彼らの荷物は朝までにスタッフによってまとめられ、病院へ届けられたとのこと。最初に先輩が予想していたように、彼らはとんでもないことをやらかしてしまったというわけさ。その数日後、僕に優しくしてくれた日本人客がチェックアウトする日がやってきた。いろいろと大変でしたね。だけどすごく良いホテルだったので、また泊まりに来ます。お料理もすごく美味しかったですと、
ぜひシェフにお伝えいただけますか？中国人カップルからあんなに迷惑をかけられたのに、彼女たちはそう言って笑顔で去っていった。ホテルの仕事は大変なことも多いけれど、こんな風にお客さんから感謝されるとすごくやりがいを感じる。だから僕はこれからもこの仕事を頑張っていくつもりだよ。海外の反応。中国人観光客はマナーが悪いというイメージが世界各国で浸透していることについて、当の中国人たちは結構気にしているみたいだね。確かに僕の国でもマナーの悪い中国人観光客は多い。道にゴミをポイ捨てしたり、唾を吐いたりする中国人が本当に多いんだ。僕はマドリードのレストランで働いていて、日本人を接客したことがある。日本人は真面目で冷たいイメージが強かったけれど、実際はユーモアがあってすごく優しかったよ。日本人は大声で騒がず、振る舞いが紳士的。ホテルにとっては最高のお客様だよ。日本人はおもてなしもすごいけれど、サービスを受ける姿勢も素晴らしい。彼らのためなら何だってしてあげたくなるよ。まとめ。マナーの悪さがたびたび注目されている中国人観光客ですが、近年は若者を中心にマナーが向上しているという話も。子どもの頃からインターネットを通じて海外の情報を得ている彼らは、世界と中国のマナー格差を理解しているため、マナーの悪い中高年を嫌悪し、海外の人に対して恥ずかしいと心の底から感じているといいます。その一方で、農村出身者は都市部の人々とは常識がかなり違い、ゴミのポイ捨てや大声での会話などを平気でする人も未だに多いんだそう。中国では大都市と地方の教育格差が信じられないほど大きく、そうしたことも中国人のマナーの悪さが目立つ要因となっているようです。そのため中国政府はマナー改善のためのキャンペーンや、観光客のマナー違反行為評価審査委員会の設立、マナーの悪い中国人観光客のブラックリスト作成といったさまざまな対策を実施。しかし劇的な効果が見られたとは言えない状況で、中国人のマナーが向上するにはまだまだ時間がかかりそうです。いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。